長沢治元文久三年は、日本の医師、秋元藩の藩医を務めた。山形、立林の領地で首都の普及に尽力した。理源の業績を検証する、首都の日が、山形市の千歳公園にある。長沢治元及び、関連年表1771年、山形藩時代の文元帳に、石下家、長沢治元の名千七1795年。 長沢金春山形城下に生まれる。1796年、ジェンナー牛頭利用の死闘法発見。1798年イギリスの医師、エドワード・ジェンナー牛頭摂取法を発表1815年、長沢治元山形城下に生まれる。父、周元は、範囲1832年2月、長沢里長山形城下に生まれる。 1845年秋元藩は、立林に、国替えとなる。1846年、岡谷美学美学助中郎見習いに抜擢される。1847年4月休学猛将、を、拡張改革支給道官と士官奉官員を定む。1848年、岡谷美学美学助江戸より規範化老職を務める。1849年、我が国に、 牛頭首刀法が伝わる。日本で初めて首刀に成功この年笠サが入家、佐賀藩囲の奈良林隆史立は息子に接種して、成功、同佐賀藩囲し、伊藤玄木に闘病が送られ、江戸藩邸で接種江戸での初めての牛頭法による首刀となる。この後全国へ波及。1849年11月総伝立祭、伊藤玄木から闘病譲り受け、 桑田立祭著、牛刀発毛家へ4年間1850年、長沢治元、江戸の僧伝律祭より、首藤術修行。1851年、長沢治元、首藤の実行を始める。翌4年に旗手林に手台に手術し、さらに、翌5年に羽手に至りり手術、推し、かつ旧門人その他に能伝、得った1852年秋、長沢治元山形を訪問。 主都を広める。理三38歳1853年4月利言、山形において、主党自ぶれ出され、施し治療であるため霊物など心配は、無用1853年10月利言が大石田に、来て主八1855年2月半周秋元志朝、太陽時天前森明、岡谷磨く磨くすけを、改正係に任命。 1856年2月、長沢治元、門人母大寺に、首都費を盾首都の普及を図る。1856年11月、長沢治元長兵よろしとく、長沢治元の養子となる。1856年12月半周秋、元志朝、太陽時点前森明、岡谷磨く磨く助を、責任者とする改革令発令。 反省改革の達少安政3年2月、同蔵支所院設立の達少安政4年6月企業会所の設置。1857年6月15日蔵支所院会員に、伴い首都岡男や県外科を拝命、長沢兼治は、館野県外課部長を拝命。1858年江戸在住の佐賀派に、伊藤玄木が中心となりお玉が池首都市を設立。 1860年藩主の命を受け慈悲をもって、立林牛島海啸を金山に設置。後の放送長屋。1860年4月、長沢理長、医学講義を成就し、下下見習いを拝命し、長沢昭安と改名。1860年岡屋僧三郎幕府施設に、随行して渡米。1861年、引き刀弁義、東山元長が表す。 1863年、長沢治元49歳で死去。1863年12月産物解消。創設されその後足利町島解消と解消。1863年3月20日、長沢昌安、着村正祖二代目、長沢治元襲名。1863年、長沢金春、追病にかかる。1863年11月、 断髪刀事件勃発、岡谷美学美学助失脚。1865年4月、岡谷美学美学助死去。1867年10月、長沢金春没。1868年2代目、長沢治元、5番一席となる。1868年5月2代目、長沢治元、母親戦争へ出兵。1868年、 明治元年10月2代目、長沢治無元母親戦争管理へ帰陣。1869年8月2代目、長沢治無元広氏と改名。1870年8月22日、母親戦争商店。1872年この頃、長沢一家宇都宮に移り住む。同年2代目、離玄死去する。1876年以降、縦林。 小泉、板倉、塚島に、大ラ軍主導所が設置。1880年文部省、日本教育士編纂のため旧藩主明、願号調取り調べにより、明治13年6月文部省に報告書提出、長沢治元につき言及する。1883年一面巨大一号の中の、計画立林にて開業。1913年2月、岡谷茂美。 縦林相談表す1917年12月、群馬県大良郡市、発刊1918年3月、東山鎮基地、長沢治元表す南城新六郎の手録の、記述あり。1920年4月演山椿基地山形市、畜佐公園に石碑を再建。石村澄江、房総長屋の名首島にかけた、長沢治元の生涯2002年。 朝おしゃ ISBN9 兆7848億7024万3460小堀直人著、縦林範囲、長沢治無限公設縦林牛頭解消2017年8月。ありがとうございます。